年収はどれぐらいでしょうか。うちは結構本当すごい幅が広くて、年収でいうと大体350から900ぐらいの範囲かな。なるほど。今の職業に就くにあたって必要な学歴とか経歴とかって何かありますか。特に、ね、学歴とか経歴はそんなに必要はないんですけど、入社してからの教習指導というものにはですね、教習指導員という資格が必要になります。これはもう公安委員会が行う審査、これに合格しないとつくことができないというもので、教習指導員が年齢が21歳以上、技能検定が25歳以上、一応最低限の年齢で決められているかなというものになりますね。で主にね、そういった資格はまあ入社してから、特に入社してすぐ教習指導員は当然必要になるんですけど、技能検定の方は入社してちょっと経験を積んでから取るってことが一般的なものかなというところですね。その資格の内容というのはどういうことをやるんですか。教習指導の資格は教則って言われるものがまず一つありまして、多分社長も試験場行って丸抜問題やったと思うんですよ。普通の免許だと一応90点以上で合格になるんですけど、我々の資格だと95点以上なければいけないよとか、あとは道路交通法、あとは関係法令とか、教習所もね関係する法令とか、あとは教える教育知識、あとは自動車の構造、当然教えるっていうことなので、路上の運転、署内の運転、あとやっぱり警察官との面接ってものをですね、全て合格点に出さないと資格がもらえないと。 なんか今聞くだけでも結構ハードル高そうだね。すごい高いです。全部で9科目だったかな。それ資格を取得するまでの期間ってどのぐらい要するんですか。だいたい入社して3ヶ月ぐらいひたすら勉強して、でその後公安委員会が行う、講習っていうのがあるんですけど、それに参加して、でその後審査日を迎えて、最初の3ヶ月は要は教官としてできないじゃないですか、はい、その時って何するの。その時はうちの場合だと男だったら送迎、女性だったら受付業務と。試験の勉強ってどんぐらい勉強したの。一日こんなに人生勉強したかなっていうぐらい。これが若さ、逆にやんなかったかな。送迎をやってる勤務時間は業務をするじゃん。そうするとその後に帰ってからもう夜までずっと勉強するって感じなの。そう、あとは休みの日にもひたすら勉強とか、もう土日も含めて毎日。毎日。なるほど。じゃあ次の質問なんですけれども、今までで一番大変だったこととかやらかしちゃったことって何かありますか。この職業って資格が必要になってくるので、資格取るっていうのがやっぱりすごい大変、でやっぱりそれぞれの免許も当然資格って必要なんだけど、教習所の先生もそれぞれ資格って必要になってきて、例えば大型一種とか、トラックのでかいやつなんだけど、免許を取得すると、普通車、準中型、中型、大型っていう車が乗れることできるんだけど、教習指導員の場合だと大型自動車の教習指導員取ったらもうそれしかできない。それぞれの免許に対して全部取っていかなきゃいけないし、なるほど、免許以外に講習っていうのもあるし、その講習も全部資格っていうのは取っていかなきゃいけないし、入社して16年経つんですけども、20何個ぐらい資格取ってるけど、まだそれでも取り終えてない。それがやっぱり大変かな。マジで。もう常に勉強したり練習したりって。なるほど。あと何個取ったらコンプリートなの。あとは4つ。じゃあ全部で20、うちの場合だと6、7ぐらいあんのかな。だいたい平均してそれ全部26、7個を取るのって何年ぐらいかかるもんね。20年近くかかってくのかなって。なるほど。あとそのエピソードとして、やらかしちゃったことの方が顔にあるよって書いてあるんですけど、どうですか。もうやらかしたことはない。またないんじゃなくて言いたくないんでしょ。いや、ない。じゃあ次の質問なんですけれども、年収はどれぐらいでしょうか。うちは結構本当すごい幅が広くて、入社が19歳ぐらいの方から定年間近の59歳の方も当然いらっしゃるので、年収でいうと大体350から900ぐらいの間かなって。なるほど。結構でも幅があるね。資格取るといくらか上がるし、それに対してその残業単価なんかも反映してくるので、そこに対してだんだん年収も上がっていくかなっていうところ。なるほど。評価されるポイントみたいのってあるの。やっぱりよく資格を取ったりとか、あとはやっぱりね、まずクレームをもらわないと。実際そのクレームって話さっきから何度かもらってるんだけど、そのクレームって結構多いの。
そうですね、私はそんなないと思うんですけど。また教習所に対してのクレームっていうのはちょこちょこあったり、ちょこちょこあったりはやっぱりしますね。教習所っていうところなので、例えば送迎バスの運転の仕方がひどいとか、なんか指導方法がどうだとかもあったりするんですか。あ、それはやっぱりあったりもしますね、うん、教え方が分かんないとか、っていうのもあったりしますね。なるほど。じゃあ次の質問なんですけれども、今の職に就きたい人が職に就く前にやっといた方がいいことってありますか。特にね、やっといたってところはそこまで大きくはないんですけど、教習所によっては英語が喋れたりとか中国語が喋れたりとか、あと手話ができたりとかってなると、プラスインセンティブがついたりする教習所なんかもあったりするかなっていうところですね。あと他に何かやっといた方がいいこととかってありますかね。車に携わることなので、ある程度やっぱり車の知識っていうのはあってもいいんじゃないかなとは思いますね。なるほど。今の職に向いてると思う人っていうのはズバリどんな方ですか。やっぱり人と接することなので、やっぱり人が好き、これはありますし、なるほど。自分の運転ではなく生徒さんの運転で路上とか行くので、車にクラクション鳴らされたりとか罵声浴びせられたりとか、結構あるので、その辺なんかすぐ忘れられないと引きずっちゃったりするので、そんなところがね、すぐ忘れられる人とかは向いてんじゃないかなとは思いますね。なるほど。クラクション鳴らされたりとかもあるんだ。結構ありますね。他にも何かあったりしますか。やっぱり話すっていうのも大事なんですけど、人の話聞けるっていうのも結構大事かなとは思いますね。話せるじゃないんだ、こっちは結構一方的に話すっていうのは当たり前になっちゃってるけど、生徒さんがやっぱりそれを何を自分が分からないか、言いたいかっていうのはやっぱりちょっと聞き出す力なんかでも結構必要かなとは思いますね。なるほど。一方的に喋っちゃったりすると押し付けちゃう的なものが出てくるので、逆に聞ける人っていうのも重要かなとは思いますね。なるほど。